フアン・マルコス・ホイスは、アルゼンチン・ラプラタ出身のサッカー選手。ビジャレアル・ CF 所属。アルゼンチン代表。ポジションは DF。地元名門クラブのエストリアンテス・デ・ラプラタでキャリアをスタート。プレーを始めた当初は、攻撃的ミッドフィールダーだったが、16歳でセンターバックにコンバートされた経歴を持つ。2017年1月。 クラブと2019年6月までのプロ契約を締結。集団期間を挟んだ2017年3月の16節、パトロナートでパラナ戦でトップチームデビュー、フル出場を果たした。2017年8月、プレミアリーグのトッテナムホットスパー FC に移籍。移籍金は19歳のディフェンダーとしては高額となる1300万ユーロで、契約は2022年までの5年。 2017年9月のフットボールリーグカップバーンズリー FC 戦で加入後初出場を果たした。2018から19シーズンの11月3日のウルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦でリーグ戦初出場を果たすが、2つの PK を健常するミスもあった。試合は3から2でトッテナムが勝利した。2019年8月にプレシーズンマッチで、 左足首の人体を負傷し離脱した。2020年10月4日、ビジャレアル CF へのローン移籍が発表された。2021年6月11日、ビジャレアルへの完全移籍が決まった。2017年、U-20 アルゼンチン代表の一員として、南米ユース選手権と U-20 ワールドカップに出場した。二千十七年九月、 イラク代表及びブラジル代表との親善試合に挑むアルゼンチン代表のメンバーに初招集された。ありがとうございます。